本当にこう上げれんのよ俺、うん、今これが結構マックスで、気色悪い。でこっちにも動かせんのよ、こうこの開けんの、開けんのよ。だけどスーツとかを今めっちゃ着るのきついんよ。え、あの先月のホイアンのイベントの時、うん、俺スーツ着る時めっちゃ苦虫噛んだ顔しとったよ。いやもうやつで見てないけどマジそう不便だ。いやだけどそういうのも不便だし、でその手をついた時とかが、うん、なんかこう肩がねこうずれた感じがして、うん、めっちゃ痛い、ピキンって走る感じ、痛みが。あ、ね、そうで、ここ触れるのも結構痛いし。え、これあ、これ痛いんよ。え、これ痛いんよ今、両肩、しかもそれ両肩なんよ。何それだけど、この間ちゃんともう病院行こうと思って、うん、2週間前行ったの、うん、2週間前行ってで、診察してもらってた、うん、まあその先生も、うん、原因不明で分からんのよ。そのきっかけがないけん、あなた何かありましたかとか言われて。いや忘れとるだけじゃなくて、じゃないなんかちょっとなんか変な感じで寝とったとか。いやじゃない別にそんなその大きいね打撃を受けたりとか、うん、はないんだけど、うん、でその先生に聞いたら、うん、まあ、ちょっとちゃんとしますみたいな、超音波検査しますって。で超音波検査って、うん、お前受けたことある？いやない。あのなんか言った妊婦さんとかがさ、うん、あのお腹に当てるようなやつ、うん、あれをグリグリ肩に当てられる。ああ見るわけね。そうこのあのなんかレントゲンみたいな感じで撮るわけ、うんうん、でその先生がこう、まあ、棒みたいなやつをここにつけるんだけど、うん、そう押さえるのがめっちゃ痛くて、うん、イルルルルルルみたいになるよ、うん、ここが、うん、もうめっちゃ痛い、うん、で両肩やられて、うん、もう痛い言うとるのに何回もやるんよこれを。見らなんけね。見らなんけ、うん、で、まあ、診察そのエントゲンを先生が見て、うん、原因分かりませんねって言って、うん、何やったの、それじゃもう来た意味ないやんと思って。まあね。そうで血液検査されたよ、うん、なんか内臓がやばいんじゃないかと、はあ、内臓系で来る人もおるんだって。へえ。で、うん、その血液検査されて、うん、で今その血液取られて、うん、その日になんか内臓も別に弱ってないです、うん、だから酒とかも飲まない。そう俺別にあの、まあ、週1回とか本当飲んでも、だけどその1個だけなんかそのデータというかちょっとおかしいのがなんか胃が弱ってて、でこれ多分寄生虫ですね。うわ寄生虫なんや。多分ね。え、これ飲んでないの？いや俺虫食だし飲んどるよ。なんだったらもう2回飲んどる。ああ、もうちょうどええ。ちょうどええって半年に1回飲めって言われてるんですよベトナムではね。虫食だしっていう寄生虫を殺す薬を飲むんですけど、で多分寄生虫だということで、うん、次の診察待ちあ、まだ分からん。そう、は今ここ。